はい、皆さんこんにちは。よしお心理学の吉田よしおです。今日のテーマはこちら。頑張っても頑張っても報われない人にやってほしい3つのこと。2つよ。今日のテーマは、頑張っても頑張ってもうまくいかない人にやってほしい3つのことについてお話しします。何を隠そうね、この僕の妻、愛花なんですけども、愛花がですね、めちゃめちゃバリキャリでずっと頑張って頑張って生きてきたんですけども、どうしてもうまくいかない。そして幸せと感じることができない。そんな人生を送っていました。で、僕に出会って、そして生きるとは何か、幸せとは何かというのをお互いがこう見つけながら、話し合いながらできてきたのが、この3つの方法になります。ぜひぜひ皆さんもやってみてください。今頑張ってる人にとってはとても必要なことだと思いますので、少しでもいいので、この中の1つでもいいので、実践していただけると嬉しいです。まず1つ目、弱音を吐く。になります。頑張って生きてる人っていうのは、弱音を吐いちゃダメだ、もっと私は頑張って前に進まなきゃとか、もっと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 やんなきゃって思ってるかもしれないんですけども、そのもっともっとがすごく辛くなります。そしてそのもっともっとがうまくいかない原因になるんです。だからまずは弱音を吐いてください。もう無理だ、もうつまんない、もう私限界だって、会社なんて行きたくない、仕事なんてしたくないって、誰かに甘えたいって、そういうふうに弱音を吐いてみてください。そうすることによって自分の心の中のモヤモヤがスーッと晴れることがあります。そして弱音を吐いてもいいんだっていう安心感が生まれます。だからね、弱音を吐いちゃダメって思わずに、まずは弱音を吐いていいんだと。そして弱音を吐いてみようって。まず自分にそう思ってください。そして誰でもいいです。一人でもいいんです。一人部屋の中でもう無理だーって大きな声で叫んでもいいんです。まずは一つでもいい。弱音を吐いて自分を安心させてあげてください。そして2つ目、現状から逃げ出す。これになります。現状から逃げ出しちゃダメ。もっともっと私はこの現状を打開しなきゃいけない、そしてもっともっとよくより良くしなきゃいけないって思ってる方が多いかと思いますけども、そんなのはしなくていい現状を良くしようなんてしなくていい。今の現状であなたは精一杯頑張っているんだから、それでも無理だったら、まずは抜け出すこと、そしてこの現状から逃げ出すことの方が大事なんです。頑張ってるのにうまくいかないってことは、きっとその環境が合わなかったりとか、あなたの力じゃどうしようもないことが多いんです。それはあなた自身に力があるとかないとか、あなたに価値がないとか、価値があるとか、そういうことを言ってるんではなくて、もうどうしようもないことなんです。だから、もうここはあなた一人でも頑張ってもしょうがない、私が頑張ってもしょうがない、だったらもうこの職場、そしてこの環境を抜け出してあげてください。自分のために。何よりも大事なのは、この環境を良くすることよりもあなた自身がより良い人生を送ることなんです。あなたの人生よりも、あなた自身よりも大切なものってこの世にはないんです。だから環境を良くしよう、この状況を良くしようと思う前に、まずは逃げ出しましょう。堂々と逃げましょう。ずる休みでもいいです。有給取ってもいいです。いきなり連絡せずにバックれてもいいです。とにかく頑張ってる人は今の現状から抜け出すことを最優先してください。で、最後3つ目、自分を責めない。これが一番大事です。頑張ってる人ってどんな状況になっても自分を責める癖があるんです。例えば頑張ってるのに、もっと頑張んなきゃダメだ、私はもっともっとダメだ、こんなじゃダメだって、めちゃめちゃ頑張ってるのに自分を責めてしまう。で、逆に僕がさっき言った弱音を吐いたり現状を抜け出そうってやって、これを実践してみても、あ、弱音を吐いちゃ私ダメだ、逃げ出しちゃった私はなんでダメなんだって勝手に罪悪感を感じ始めることがとても多いんです。これって単純に私に自信がないとか私に価値がないというわけではなくて、自分を責めてしまう癖があるだけなんですね。だからまずはその癖をやめる。まずそこの癖に気づいてやめるっていう作業をしていきます。そうやって言い換えてあげることがすごく大事なんですね。そしてもしこれが言い換えれない場合は、認めてあげるだけでもいいです。こんなに頑張ってるのに私はなんてダメなんだっていうふうに思ってしまったら、うんうん、そう思っちゃうよね。だけど大丈夫だよって声をかけてあげてください。はぁ、私またサボっちゃった。なんてダメな女なんだっていうふうに思ったら、うんうん、そう思っちゃうよね。でも大丈夫だよって、優しく寄り添うように声をかけてあげてください。そうすることによって、自分の心を認めてあげる作業ができます。
なので大切なのは自分を責めずに認めてあげること。どんな気持ちでもどんなことでも自分を認めてあげることがすごく大事なんです。頑張ってる人は常に自分を追い込み、自分を否定し、そしてもっともっと良くしなきゃ、もっと現状良くしなきゃ、もっとより良い、より良くしなきゃ、誰かの役に立たなきゃって、どうしても相手のために、そして見えない何かのために頑張ってしまうことが多いんです。それをまずやめてください。そしてまず自分を愛すること、自分を休めること、そして自分を認めることに頑張ることを、エネルギーを費やしてみてください。そうすることによって、きっと自分の人生はこれでよかったんだと、もしかしたら自分の人生って豊かになるかも、幸せかもって思えるようになってきます。大丈夫、あなたならきっとうまくいく、そう本当に思っています。僕自身もがんを経験して、そこから離婚や借金やっていろいろしてきましたけど、なんとか生きてます。大丈夫です。あなたがね、あなたを責めない限り、この人生は優しいし、この世の中はとても素晴らしく優しい世界なんです。だからまずは自分を責めるのをやめて、そして弱音も吐いてもいいし、逃げ出してもいいんです。どんな自分にも許可を出して認めてあげて、まず今この瞬間、自分が楽になる方法、そして緩やかになる方法を探していきましょう。このチャンネルではあなたと一緒に世界が優しくなって緩くなる方法を一緒に探して歩んでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバーイ。